キマダラチズガメは、ハチュコウカメモクヌマガメかチズガメ属に分類されるカメ。アメリカ合衆国校長17.5センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは校長7.5から11センチメートル。第1から4、C カンパンに史上の突起がある。廃坑の色彩はオリーブ色や褐色。C カンパンやアバラカンパンに黄色や大色の反紋が入り、 和名や英名の由来になっている。種商名フラバイマキアラタは黄色い半紋のあるのいで和名と同義。復興の色彩は炭鉱色。頭部は小型。頭部や四肢の色彩はオリーブ色。目後部に入る半紋と頸部の縦縞がつながる。流れが中程度か早く低出が砂や粘土の河川に生息し、日光浴ができる岸辺や水没した倒木が多い。 環境を好む。周年河川に生息するが、夏季に河川の周辺にある止水域に移動する個体もいる。繁殖様式は乱生。5から8月に規定が砂の土手に1回に3から9個の卵を年に1から2回に分けて産む。河川回収や春節工事による生息地の破壊、製紙工業からの排水による水質汚染。 土砂採掘での水質汚濁による獲物の減少、アライグマやウオガラスなどのが愛的に捕食される機械の増加、ペット用の採集、娯楽としての射撃による殺傷などにより生息数が減少している。1986年に連邦法により保護の対象とされている。ルイジアナ州でも保護の対象とされ、採集や飼育、州外への持ち出しなどが厳しく制限されている。 2006年に地図が目属単位でワシントン条約付属書3に掲載されている。ありがとうございます。